シャウト品評会やっていただきます。シャウカー、せーの。この番組はマッテルさん、シャウト品評会じゃーん。ということで、はいどうも皆さん、こちらアイスクリーム講師のデスの兄さんモンでございます。そして今日はスペシャルゲストお二人。誰だよ。いつものです。誰なのよ。誰ですか。誰、ジルカでボーカルやってます。リコと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてデビルーフのボーカルのケイスケです。やったー、最強。というこの今日は最強のメンツで動画をお送りしていきたいと思っておりまして、冒頭に言ったんですけど、せっかくこのデスボーカルが3人揃いましたから、シャウト品評会やっていただきます。シャウカー、シャウカー。もうせっかくこの技術を持った人たちが揃ったんで、まあ、それぞれがまあ、デスボイスっていろいろあるじゃないですか、はい、いろんな種類があると思うし、それぞれがよく使う種類ってもあると思うんですよね、うん、よく使うデスボイス。だからそれを一旦、まあ、低いやつ、まあ真ん中ぐらいの音程のやつ、はい、高いやつ、あとなんか必殺技みたいなやつ、はい、みたいな感じで分けて、ちょっとそれぞれがそれぞれの感想を言い合うみたいな。なるほどね。変ななんか気持ち悪い回。お、マニアックだね。変態しか見ないね。松さん庶民だ、これは松さん庶民だ。変態どうね。俺が好きなんだろ。そんな感じのですね、動画を今日はお送りしていきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。こんな感じでこのチャンネルでは日々発生関係のお話とかポイントの関係のお話アップロードしますので、まだチャンネル登録を済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。じゃあまず、まあ低いやつからいきますか。はい、一旦低いやつ。でもこの生で聞けることってなかなかないからね。ないです。確かに、いい意味で比べられるし、これマイクの設定とか今みんな一緒にしてますから、うん、あの条件一緒ですから、うん、条件一緒の中ではこう違うんだみたいな。なるほどね。量感とかなんか粒の感じで、うん、確かに確かに違うから。じゃあジャンケンする最初に。あ、そうしよっか。品評会、品評会、そうだね、うん、じゃあ男気で勝った人もいく。オーケー、よし、はい、最初はグー、ジャンケンポイ。おーい、イライラ、お前のイライラ、これだってどうせカットされるでしょ。そうだよ。最初はグーチャンケンポイ、おーい、最初はグーチャンケンポイ、あー、いこうだ、あー、やりたくてしょうがなかったな。なんだよこのくらい。ジルカが行くぜ。ジルカを代表して、で、ローだよね。ローで、まあ普段一番よく使うぐらいのテンションのやつ。あー、なるほど。この辺から探しながらでいいと思う。はい、なんかいつもはうわこの辺を結構対応してる。ああ、そうなん。とか、あの、これ多分みんな聞いたことあると思う。引く。結構全然違いますね。全然違う。とか聞いたことあるし。ある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 。これがジルカです。これがジルカ。ジルカ代表のローネ。そう。まあでも他にもあるんだけど。あ、まあそうだね。基本使うのはそんな感じ。なんか今高低差結構違ったね。ローの中でも。あ、そう。結構ね、ブレスを強く吐いてるものか吐いてないものかでもだいぶ変わる。なるほど。2回目の方が息少ないもんな。これはもう本当に省エネで、多分できます。多分できます。そう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 、うっさすがっす。おっ、おい、同じ。すごい。粒がすごいわ。そうそう。確かに確かに。さすがプロ。すごい。あ、やっぱ真似しようと思うとちょっとできるんだね。そうですね。そうだね。ちょっとできるんだな。え、さ、それのじゃあ前のやつは、ちょっと息、ちょっと入ってんだ。うわでもこれも、その下で、なんか、やばやばとかっていう。やばいっすね。そうそうそう。すごい、なんかバチバチ言ってます。バチバチ言ってる。そうなんですよ。もうバチバチなんで。でも楽そう、楽そう、楽そうな。これはもう、多分、誰でもできる。誰でもできる。なるほど、なるほど。あーって言ってる、あーって多分みんなこれ誰でもできる、あーってね。そう、それにこのエッジボイスを、あーを、ただ単に少し口の中で空気をこう混合させる、混合させると乳化させるね。そうそうそう、乳化させる、真っ白にしてる。真っ白だね。そしたら全然わかんない、全然わかんない、何にもわかんない。で、あーとあーで、それなんだ。すげー、腰を入れるとこういう感じ。この辺なんだね。いつも使ってるのこれぐらいかな。面白い。うん。多分もう音源とかでめちゃくちゃ対応してる。ライブでもこれが多いので。
じゃあまあそれ以外が出てきたら逆にみんな着目だね。あ、ちょっと違うかも。そう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 。ちょっとこれパターン違うんだ、みたいな。おもろい。それは面白い。そうだよね、うん。そういう楽しみ方もぜひこの動画でしてください、みんなね。じゃあ俺、うん、そうだ。誰？なんかね、誰先生、なんかね、息吐くバージョンと、そうじゃないバージョンみたいな話あったじゃないですか。うん、結局まあそれだよね。まあまあまあ。まあちょっとローはそうなのかもしれない。そうだね。だからローでじゃあ息使うやつね。とか。なる。やっぱあのちょっと鼻かかってるよね。うわー、まあこういう系、やっぱここかかってる感じするけど、かかってる。まあでもね、結果としてかかってるかもね。あ、成分がいってるみたいな。はい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 。微量共鳴です。やっぱそれでもそうなんだ。微量共鳴好きやね。好きや。そう、花粉症でね、一生俺微量共鳴した。もうトレンドやもんね。もう鼻ダラダラ話だね。そうね、やばかったもんね。やばいやばい、バタみたいになってるもんね。意識使いすぎて。やめろー。感じ。これが、まあ、一番普通っていうか、うん、ローとしてはよく使うかな、うん、よく聞くもんな、うん、確かに確かに、うん、そうだよね。でこれが真ん中で、リッチョでいうさっきのその、あんま息使わないやつが多分、うん、うん、そう、まさしうん、そうだね、うん、こっちがちょっともうちょい粒立たせたやつかな。あー、細かいね。うん、細かいかもしれない、確かに。サンドペーパーぐらい細かい。2000番ツルツルぐらい。2000番、2000番うん、そうだね。うん、ちょっと細かいかもしれない。めちゃくちゃ細かいね。なんだ今の。なんか面白い、嬉しくない。今のとこ絶対使ってほしい。本当に面白いから。ツボってる。ツボ変なんですよこの人。急に笑うんですよこの人。確かにね、成分違うよね。違う、リッチの方がその、なんだろう、バチバチバチみたいな。あらめだから、バチバチ聞こえる。なるほどね。じゃあ、ちょ、見してくださいよ。あ、確かに。あ、俺の。確かに。もう、来ました。標準のやつ。我ら、標準装備のやつ。標準装備のやつ。ぜひ、行きますね。いやー、違うね。違うわ。違うわ。全然違う。確かに違うな。全員違ったわ。いや、マジで全然違う。え、これ標準装備。これ標準かな。え、もう一回欲しいっす。もう一回。いやなんかちょっとここも入ってはーって言ってたけど。ああ、そうかも。これマジできんわ多分。共鳴してるかも、うん、これ。これでも誰でもできるんで。出た。あーって言うじゃないですか。あ、はいはい。どうやるんですか。で、あの、うん、エッジで、はい、あーってやるじゃないですか。あ、はい。それをあの口の中でこうやって乳化させて、乳化させて、真っ白にするじゃない。ほんだら。わかんない。わかんない。でも誰もわかんないからね。すごい。でもそれなんか兼ね備えてますよね。抜けと、うんうん、なんか粒の細かさも粗さもあるみたいな感じで、うん、すごいわ。一定ですね、めっちゃ一定の上手ですね。一定のやるやん。一定の音やるやん。やるやん。今ぐらいの音域がやりやすいですか。もうちょっと低いもんやるかな。あ、はい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 。やばっ。なるほど、でかっ。でもなんか楽そうね。まあ、そうね、エコに。でも口の中で混ぜてるやつですね。うん、そうそう、乳化させてるから。そうね、全然真っ白いね。真っ白い。楽やん。やばいやばいやばい。すごいな。チェストも混ぜて。そうそう、チェストも混ぜてるな。こっちね。確かに。面白。ちょっとはーって息を。外のあの、白い息を出すように少しだけ入ってる。あー、そうだね。かもしれない。おさらいしよう、リッチョの通常ローが。で、俺が。で、違うね。違うね。確かに。全員。三者三様で。三者三様。せーので、せーので一緒にやりましょう。せーの。誰がどの声出してるか全然わからん。すごい。でもなんか大体一緒だったから。大体一緒。いい感じでね。いい感じだね。今の俺ら。レイヤーになってね。そう。今さ。何にも今1個だったもん。3人で出したけど1個だったもん。別にやんなくてよかった。で、これでこのデータ使いたい。これは
ごいわ。サンプリングしてる。面白い。誰か使ってくる。フリー素材で。フリー素材。おもろ。白玉だったらいけます。いけるいけるいける。つなげたらいける。で、これ、ローです。ローですね。素晴らしいです。ミドルか次。ミドルね。ミドルね。ミドルは、以前動画で。そうだね。ジジーシャウト系。ジジーシャウト4。これはもう。はいはいはい。知らないか。知らない人いるから。せーの。イエーイ